こんにちは、萩です。今回ですね、タイトルにある通りアクティブレストの本当の意味について紹介していきたいなというふうに思います。まあこの言葉初めて聞くって方もねいらっしゃると思いますし、まあ実際にアクティブレストを挑戦しろって方もねいらっしゃると思うんですけども、まあ今回はアクティブレストのまあ本当の意味、本当の正体について僕なりの解釈として紹介していきたいなというふうに思います。でまず最初にこのアクティブレストは何かっていうところを一般的な話として最初に紹介していきたいんですけども、アクティブレスト、まあレストって名前がついてる通り、カテゴリーとしては休養カテゴリーになります。まあ強くなるためのワークアウト、トレーニングっていうわけではなく、体を休ませる一つの手法としてアクティブレストってものが存在します。でレストの前にアクティブって言葉がついているんですけれども、完全に体を休ませて休養を取る形ではなく、少しだけ体を動かして汗をかいて、まあ、休みを取るっていうのが、まあ、アクティブレストですね。まあ積極的休養ともね言ったりするんですけれども、まあ完全に体を休ませるわけではなく、まあ少しお散歩をして、まあ休養の位置づけとして、まあ入れるっていうものが、まあアクティブレストになります。で、一般的なランナーの、まあレスト休養の取り方って、まあ完全休養が、まあ一般的なね、ランナーのレストだと思います。まあ毎日こう10キロ走る人だとしたら、まあ疲れてきたなというタイミングで、まあ今日は足休めとして、まあ1キロも走らない、まあ完全休養日として休んで、次の日からまた10キロ走っていくのが、まあ一般的なね、ランナーの休みの取り方だと思うんですけども、アクティブレストっていうのは、毎日こう10キロ走ってる人だとしたら、休みの日を完全に走らないのではなく、毎日10キロ走ってたら、まあ2キロだけジョギングしてみるとか、1キロのウォーキングを入れてみるとか、で、次の日からまた10キロ走る。これがアクティブレストって位置づけですね。まあ完全に家にこもって体を休ませるんではなく、まあ少しだけ外に出て、まあ運動してる、ほんと軽い運動をして、まあ汗を流すっていうのがアクティブレストになります。で、このアクティブレストをこう気に入ってね、やってる方もいらっしゃると思うんですけども、一番の目的としては、多分血流を良くするっていうのと、まあ次の日の体の動かし方を意識する方が結構取り入れてるような感じがします。まあ少し走ることによって、まあ汗をかいて、まあ血流が良くなるし、まあ少しスッキリした気分にね、なると思うんで、まあ取り入れてると思いますし、まあ完全休養を取った次の日って、ちょっと体重かったりしません？まあ分かりやすくちょっとだるくなるようなね、感じだと思います。まあ疲労はおそらく取れてるんだろうけども、例えば一日家にいて体を動かさないと、まあ次の日ちょっとミシミシするような。だったら少しだけ体を動かした方が、次の日が動かしやすい、体がね、動きやすいっていうところで、まあアクティブレストをね、積極的に入れてる方もいらっしゃると思うんですけども、このアクティブレストと、まあレスト、まあどっちがいいのかっていうところなんですが、僕はね、目的が違うと思ってるんです。で、体を本当に休ませる、休養、レストとして取るんだったら、絶対に完全休養の方が僕はいいと思ってます。まあ、アクティブレストって、レストってついてますけども、体は動かしてるわけですよね。で、毎日10キロ走ってる人からすると、まあ、2キロぐらいのジョギングって、そこまで大きな負荷ではないと思います。ちょうど気持ちいいなぐらいで終われるので、アクティブレスト、体を動かしながら休めたなと思いがちなんですけども、体へのダメージはあります。だって2キロ走ってるんだもん。毎日10キロ走ってれば、そこまで強い負荷ではないにしろ、それでも体に負荷がかかっていて、疲労が減るっていうことは僕はないと思ってるんですね。やっぱり今までの疲労がまた乗っかってくるので、まあそこの面を考えると、体を休ませてあげる筋肉のダメージとか負荷を抑えるのであれば、アクティブレストではなく完全休養にした方が僕は体を休ませられると思ってます。だけどこのアクティブレストが気に入って行っている、まあ、理由としてはこのアクティブレストの本当の意味、本当の正体ってものがあって、アクティブレストって体を休ませているのではなく心を休ませるっていう位置づけに僕は近いかなというふうに思うんですよね。どういうことかっていうと、ランナーってやっぱすごい真面目な方がやっぱ多いので、1日2日走らないとそれだけで不安になっちゃうんですよ。毎日何年も走り続けてたった2日間走れなかったとしたら、あれ俺走れなかった、弱くなったかな、大丈夫かなっていうので結構不安になって、それがモヤモヤしてストレスになっちゃう方結構多いと思うんです。だからこそ月間の走行距離を気にしたりするわけですよ。まあ先月200キロで、まあ今月100キロしか走れなかった、大丈夫かな、休み多すぎたなっていうことでマインドがこう落ちてしまう方が結構多いと思うんですよね。それがランナーあるあるだと思うし、まあ競技性、
っていうのがね、あるんじゃないかなというふうに思うんです。その気持ちね、まあすごいわかると思うんです。で、そういった方が結構アクティブレストを入れれがちだなと思っていて、こう、アクティブレストって言うても少しだけ体を動かしてジョギングするわけですから、10キロ、10キロ、10キロ走って、今日はアクティブレストして2キロジョギングして、10キロ、10キロ、10キロ走るとします。そうすると、完全休養ではなく、2キロ走れてるっていうので、ちょっと体への満足感もあるし、月間の走行距離も2キロプラスすることができるんです。で、完全休養して全く走らないのと2キロだけでも走れたっていうのは心のゆとりの気持ちとは全然違うと思うんですよね。完全に休んでしまったってわけ、あ、積極的に今日は休みなんだ、それでも2キロ走れたんだっていう自分に言い聞かせられる、まあ、言い訳みたいなものが、まあ、できるのが一番の僕ポイントだというふうに思うんですよね。なんでマインドがこう落ちてしまいがちの方とか、まあ、不安になりがちな方は僕はね、アクティブレストは結構向いてると思います。ただ体を休ませることだけを考えると本当に疲労が溜まっていて、これ以上あの練習を積み重ねてしまうと怪我してしまうっていう方であれば、アクティブレストではなく僕は完全休養の方がいいと思うんですけども、まあそういうわけではなく、単純にちょっとね、気分転換に休もうかなと思った方は、まあ少しだけ走ることによって、まあ走れたっていう満足感もやっぱ大きいですから、まあそこがね、大きなプラスなので、まあ体を休ませるというか、心の休養。で、2キロジョギングってすごい気持ち楽じゃないですか。まあ毎日10キロ走ってる人からすると5分の1の距離なので、気分的に超走りやすいし、楽勝で走れちゃうっていうポジティブな感情が生まれるので、まあ心の休養みたいな感じで、一番ね、大きなポイントなんじゃないかなと思ってます。なんでそういった方はアクティブレストを取り入れることによってポジティブな気持ちになるし、まあ気持ちがね、前向きになれるんじゃないかなと思っています。なんで完全休養のレストとアクティブレストを、まあ私はどっち派ですっていうわけじゃなく、どっちが疲れてるのかってことを考えた方がいいと思ってます。まあ体を疲れてるんだったら完全休養で、心がちょっと疲れてるなと思ったらアクティブレストにすることによって、まあ体の調子と心の調子をね、バランス取れるかなと思いますんで、まあそういった意味でアクティブレストをね、まあ取り入れているのがね、いいかなと思います。